大祭、そう何から何まで反対されては朝議が進まぬ。武将軍の人選に慎重になってはならぬと。誰もそうは申しておらぬ。ただ反対のための反対権はためにならぬと。大祭殿は先日の主将の高官姫の不満をぶつけている。そうなのか。高官が幕衆公の任を解かれたことは残念に思っておりますが、それは自身がここに赴き潔白を明かせばよいと思っております。今はただ武将軍にふさわしい人物はもっと広く選んだ方がよいと進言しておるのみ。主将のお考えを賜りとう存じます。左将軍中将軍がいずれも同じものを推挙したならそれが適任者なのだろうと思う。しかし果敢としても不足はございません。主将がお決めになる通り。王宮の中の所持を取り仕切る天官府の長は大祭と呼ばれる。土地や戸籍を管理する役が置官、置官長の官名を大使と。瞬間は祭祀を取り仕切る。瞬間長の官名を大総伯。下官は軍事を司り、金軍の三将軍がその配下となる。下官長は大司馬と呼ばれる。習官長の官名は大司公。習官府は法令の管理を行い、他国との外交も担当する。統官長は官名を大司空。統官府では特別な武器である陶器やさまざまな包丁が管理され、宮中の造作なども司る。この六官府を取りまとめるのが調裁だな。さようです。すっかり学ばれたご様子だが、わからないことがある。ん？調裁、つまり今は政教が務めているが、私には天官長や春官長と不仲のように見える。ああ。調裁は六官の上に立つものなのだから最も政務に長けているはずだ。なのになぜことさらに調裁に逆らうものがある。何か勢力争いのようなものがあるのだろうか。調裁だけでなく主将に自分の意見を聞いていただきたくてつい声を出すのかと。私は公平に聞いているつもりだが。王のそば近くに仕える大使、大夫、大法を参考という。祭法契機の配下であり、王に助言や還元を行い、今は陽子の教育係も兼ねていた。政治に関与はしないが、陽子にとって最も身近な管理と言えた。そう、こちらでもあちらでもやっていることは変わらない。勉強ばかりだ。お疲れ様です。あの、もしよろしければ一度召喚のもとにお下り願えませんでしょうか。ういきょう、大使の家に。以前開脚から蓬莱の食事を学んだ者もおりますので、よろしければ有限にでも。ありがたい、そのように私のことを気遣ってくれるとは。ぜひ大捕ともども遊びに行かせてもらいたい。主将。調裁。やはり話に聞いただけでは難しゅうございますね。いや、見事なものだ。料理人に礼を言っておいてくれ、大使。どうぞ、ウイキョウと。そうか、ウイキョウはやはり人並み以上に学んで大使になったんだろうな。いや、女でまだ若いのに大使を務めているから。管理に女も男もございません。そうか。先の王が女を追放されましたから今は少のうございますが、もともと管理の半数以上が女でございます。女兵士も少なくございません。そうか、こちらでは女は子供を産まないからな。蓬莱とはだいぶ違う。ですから慶の国ではたまたま短命の女王が続きましたが、歴史を見れば長く続いた女王は多いのです。教習国の教女王の在位は90年近くになるとか。どうかこの国をよく見て、
そして正しくお導きください。ところで召喚はそれほど若くはありません。え、ああ、千だから、あ、そうか。あ、新年に浮かれるには早いようですが。やめてください。無礼だ。以上がおくだりなのですよ。何事、誰の許しで金軍を動かしたか。中将軍大使、許しも得ずに侵略を企てたのはあなた方であろう。侵略いいよ、陶器だ。これは売却を命じたはずの。陶器は線を切ることができる。三皇が大祭と手を結び、交換と共に侵略を企んだことは明白である。大祭が、この者たちは交換の処分を不服とし、その交換に先導されて恐れ多くの主将を亡き者にしようとこんな場所へ。武将、主将、お詫び申し上げます。武将、やめろ。お聞きください、主将、我らは放て。